大垣祭りは、岐阜県大垣市市街地で、毎年5月15日までの15日に近い土日曜日に行われる大垣八幡神社の例祭である。一般的には、大垣祭りと表記される。正常の唐栗1648年、大垣藩主と出し鉄が、城下の八和田神社を再建した折、城下18号が御子三社を寄進することで喜びを表し、また、 大垣十家町が十両のを作って引き出したことが、その起源という。1679年、大垣藩主と出し西が神楽、大黒、エビスの三両を貸し、この三両を三両と呼ぶ。慶安元年八幡神社の歴史を示した古文書によると、作られたばかりの出しに対し、十丁の車あたしりものづくし前人美と称えられている。また今は姿を消したが、 朝鮮人行列という朝鮮通信使を模した竹島町の異国情緒あふれる行列もあった。以降、農美震災、第二次世界大戦での大垣空襲などにより、を多数失うが、現在は復元などにより13両が完全に復活した。災害を免れた給料と朝鮮出し付属品は、岐阜県の重要有形民族文化財に指定されており、 また2015年3月2日には、祭礼行事が大垣祭りの行事として、国の重要無形民族文化財に指定され、2016年12月1日には、山、保護、屋台行事としてユネスコ無形文化遺産に登録された。2020年4月6日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、山行事の中止が決定された。 大垣八幡神社で神事のみが行われた。例年5月14.15日に行われていたが、1995年より、毎年5月の15日までの15日に近い土日曜日に行われるようになった。13両が、八幡神社を中心に、旧大垣市内を練り歩く。土曜日を、四学と呼び、13両のが、朝9時に、八幡神社前に集結。 八幡神社の鳥居前で捧ぐ芸を行った講師役所玄関前に移動。そこで係芸披露を行う。この行事はかつて大垣藩主が大垣城内にお引き入れて上乱したことにちなむもので、現在は藩主に代わって市長がその役を務めている。以後、角は自由行動をとる。日曜日は本楽と呼ばれ、角は 八幡神社前に集結し、捧ぐ芸、あと、神楽を先頭に上化、西回りが、存在2.2里を練り歩く。四学、本学両日とも、十八時半までに、角は、八幡神社前、水門川沿いに集合。十九時より、町地を点灯。八幡神社前を二周し、引き分かれる。また、本楽の夜には、三越の徒御も行われる。これを、読谷という。 元尊。別名、お祓い、または、死、とも言う。練り歩く際には常に戦闘を行く。元尊。の上部に、米瓦二票を置き、その上に右手に小槌を持ち、左肩に稲袋を担った、大黒天の人形を乗せる。元尊。恵比寿大臣の人形は、佐神五郎の作と伝えられる。元尊。別名、高砂。1945年に、 戦災で消失したが、1996年に再建し、2012年に漆塗りをした。洋曲、高砂を題材にしたカラクリを芸に持つ。現在13両ある中で一番大きな。現存。1945年に戦災により消失したが、2012年に再建。現存。別名、天神。現存。1648年建造。 別名、道外坊。幻想存。本来は、朝鮮通信誌を模した仮想行列であったが、明治維新の際、神仏分離令によって廃止。代わってこのが登場した。現存。1945年、戦災により消失したが、2012年に再建。館に、浦島太郎を祭り、捧ぐ芸の際は五番盾の女を担当している。現存。 本来は赤坂にある金生産で採取した石灰岩を運ぶ車を改造した石英であり、江戸中期にからくりに改造された。原村。洋曲、畜部踏を題材にとる。城に、微材店を配置することから、別名、弁店とも、原村。別名、八万、原村。1945年に戦災により消失したが、2001年、再建。 その後、漆塗り、金具、彫刻が施された。洋曲、症状を題材に取ったからくりを芸に持つ。ありがとうございます。